チャンネルゲートのシンです。お会いできて嬉しいです。いや、やっと会いました。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。お誘いいただいてありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。どうもどう、シュウです。インスタグラムで、はい、セルシオオーナーズの、セルシオオーナーズさんだってもう来て分かりましたっすね。はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube で僕よりも先輩なんですけども、はい、あ、梶原さん。そうです、そうの、はい、どっか行く人、大王さんです。はい、シュウですね。あ、すいません、ご丁寧に。ありがとうございます。うわー、出たー、これ、このロゴ。いや、これセルシオ好きなら必ず一度は見たことあるみたいな。みんな知ってますよ。はい、そうなんですね。もう全然我々は。あ、本当ですか。はい、ビリとマイペースで。あ、そうなんですね。でも結構活動期間は長いですよね。そうですね、設立してちょうど3年くらいですね。はい、で、全国に友達がたくさんいらっしゃいますよね。はい、います、います。それがすごいですよね。あと、なんかこう、はい、ご縁あって、はい、香港の時も。あ、そうですか。はい、ありまして、仲良くさせてもらってます。じゃあ香港でテレショーが好きで乗ってる方たちもいらっしゃるってことですね。はい、なんか結構向こうの、はい、警察というか取り締まりって結構厳しいらしいんですけど、はいはい、なんかイベントみたいなのが結構盛んみたいで、はい、そこでうちの看板出してなんかいろいろ活動してくれてるみたいです。さすが、すげえ。じゃあいつかあれですね、ゲストで呼ばれるかもしれないですね。いやー、ちょっと僕はもうあんま外出るの恥ずかしいんで。いや、本当ですか。思いっきり映ってますけど今。よろしくお願いします。いや、もう本当今日来ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お車すごかったですね、見て前。あ、そう、あ、見てくれたんですね。見てくれたんですね。はい、見てます、見てます。ありがとうございます。はい、で、いつ頃試合やってくるんですか。多分明日か明後日にか。そうなんですね。もしくは、はい、しあさってぐらいの。はい、結局僕会いたかったんですけど、ね、セルシオにも。すみません、そうなんですよ。だから僕が一番残念な気分で、みんなを僕が連絡して集めさせてもらったのに。YouTube を始めた頃から、はい、柿原さんがすごい有名で、はい、ずっとオフ会やってるのとか見て、あ、すげえセルシオ乗ってる。いや、セルシオ乗ってるとネットで探すじゃないですか。はい、で、インスタグラムでもいいねとかいただいてたじゃないですか、シュウさんから。はいはい、それでホームページとかも見させていただいて、はい、セルシオオーナーズの代表の方は前期乗ってるんだと、元同じなんだと思って勝手にずっと見てて、はい、光栄です。光栄です。すいません、ありがとうございます。で、みんなと集まってる時 の、はい、その昼間の写真とかもたくさんあったじゃないですか、ホームページで。こうやってセルシオ好きな人がこの現代にもいるんだと思って。そうなんですよ、はい、僕もびっくりして、はい、一番初めにこの車を買った時に、はい、ミンカラってあるじゃないですか。はいはい、ミンカラでセルシオ乗ってる同士集まろうって言って、はい、一番初めに集まったのが 2,3 人だったんですよ。はい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 。その時に僕の地元の後輩が2名いて、はい、あ、ちょうどいいや、チーム作ろうかっつって、まあ、遊びで立ち上げたんですよ。はいはい、オフ会ってみんなやってるけどどんな感じなのかね、はいはい、やってみようかっつったら、はい、わら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 って集まるようになっちゃって。なるほど。いろんなところに友達もでき、はい、みたいな形で。だって支部までできてますからね。そうですね、はい、九州からチーム入りたいとわざわざセルシオ乗ってくることが自走で。自走で。やべ、本物だ。どこどこ自走メンバーみたいなのをホームページみんな、はい、載せさせていただいてるんですけど、はいはいはい、九州地方メンバーがいたりとか。いますよね、いますよね。あとは東北もいたりとか。はい、いや、すごいです、本当に。友達が増えましたね。うわ、すごいですね。車種が車種なんで、はい、結構ね、やんちゃな子とかが多かったりするんですけど。そうですね、そうですね。はい、昼間集まると、いやー、みんないい子で。あ、そうですか。はい、あ、なるほど、はい。昼間に集まった方がいいっていうのは、ね、なかなか勉強になりましたよ。あと、目が行き届くんですよ。はい、ゴミもそうですし、はい、いろんな意味で目が行き届くんで、はい、みんな泳ぎいいです。あ、そうですか。はい、なんか、はい、僕もすごく気になってて、都庁のあたり走ってれば会えんのかなとか、いろいろ考えてたんですけど、はい、多分そういうの嫌うんだろうなと思って、いや、もう全然。避けてたんですよ。本当ですか。あ、お気遣いありがとうございます。そしたらなんか声かけて、はい、たまたまいただいたので、いえ、もう
仕事をほったらかして。いやすいません、もうそれ言われると長期使うみたいな。すいません、すいません。セルシオのイメージと本当にもうぴったんこで、でもシルさんもやっぱりセルシオ乗ってる方のインスタとかチェックしていいねを結構してたりとかするじゃないですか。しますね、はい、なんかやっぱり仲間意識というか、ありがたいです。同じ車種が好きだっていうことで、はい、結構タグ付けとかもしていただけるんで。あ、素晴らしい。で、海外の方が多いですね、はい、僕は。そうですか、ロシア人とかも多いですか。はい、多いです。ロシア人めっちゃ多いです。ドバイとか。あ、ドバイです。僕もインスタでロシア人からすげえメッセージが来るんですよ、はい、お前はクールだみたいなことを多分言ってくれてると思うんですけど、全く読めないんでフルシカとしてます。インスタ外人多いですよ。外人多いです、外人多いです。毎回犬一番にいいねって言われる外人がいるんですけど、はいはい、何語か分かんない。英語でもないみたいな。やっぱりね、みんなセルシオから距離大きいから。でもほら、案外お顔が生まれてらっしゃる。本当ですか。多分、はい。いろんな方な、何気もする。すごい案外出してないんで、顔。本当、顔ですね。あります。いや、頭いいんですよ。すげえ。そう、いやー、そうなんですよ。代表いつもライブ配信とかでも喋ってるんだけど、もう全然顔見せてくれないんですよ。すげえ、ここで大人だなと思って。ずっとカキパラオートサービスすごい見てたんですよ。はい、僕もね、あれ面白くて。面白いですよね。なんか山の中に入ってくる人たち。こんな道路あるの。そう、そう。もう終わってる道路に行くんだから。その情報どっから得てるんだとか。すげえ不思議になって。面白いですよね。すごいなと思う。山奥の先にあるランクルだか四駆だかがこう、そう、されて止まってるやつ、中に何が入ってんだってずっと気になってて。なんか引き込まれちゃうんすよ。シルさん、今日私からのはちょっとお渡ししたいものがありまして。マジですか。所沢のですね、はい、地ビール、はい、ぜひ飲んでいただきたいと思います。ごめんなさい、ありがとうございます、はい、僕、いつもながら何も持ってきてなくて、はい、そうだ、はい、もうぜひぜひ、はい、じゃあ僕もちょっとお渡ししたいものがあるんでいいですか。はい、ありふれたものなんですが、はい、ゲートステッカー面白かったな。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。私もステッカーがありまして、はい、あ、マジっすか。封筒の中にですね、ステッカー持っております。うわ、大人、やべえ、裸で渡しちゃった。やべえ、すいません、ありがとうございます。うわ、来たー、来たー、ラメバージョン。ラメバージョンいただきました。うわ、最高です。やべえ、やべえ、いただきました。すいません。手先にもちょっと注目していただいて、はい、このカピバラさんのこの、お、なんですか、この羽が効いてる。やっべー、大丈夫。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、本当に超ありがとうございます。うわ、やった。このビールも冷やして飲むと本当フルーティーな感じで、はい、めちゃくちゃうまいんで。うわ、すげー、はい、イエー、いただきました。ちゃんとここにね、ほら YouTube マーク入ってるから、4万人登録者突破した時に販売されるラメラメステッカーらしいです。もしもみんながチャンネル登録しなければ俺だけが持ってる状態になります。違うか、違うか。皆さん、動画説明欄の中に、リンクを貼っとくんで、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。よかったら、あ、ちょっとじゃあ、はい、開始。え、どうですか。大丈夫ですよ。ちょっと使い苦しいかもしれないですが、いただきます。あ、来た、これはやばいぞ。いただきました、シューさんから、セルシオオーナーズの上りですね。上りですね。すごい。やったー、いただきました。やべー、しかも今日俺自分の車持ってきてないのに。いただきました。すいません、すいません。早くカムバック、早くカムバック。嬉しいですね。やったー、すげえ確定もんな。今日はセルシオ 100% で、100% で、すいません、ありがとうございます。割と大人の方だけで集まる感じなんですけど、はい、はい、設定方法なんで、なんかハンドルとかにボタンあります。あります、あります。あ、なんか奥のところに使ったことない AI 機能が付いてます。知らなかったです。前機は何も付いてないんで、バックモニターもないですし。自分バックモニター見ないです。何ですか。何も見ないですね。なんか慣れなくて、はい、インテリアセレクション。そうです。インテリアにすればよかったかな。どうなんでしょうね。でも F パッケージは
欲しいなと思ったんですけど、後ろ乗らないしな。あ、買ったばっかなんですか。素敵です。手前20号機乗ってます。はい、手前が20号機。はいはいはい。あ、じゃあ乗り継ぎてるんです。ビルコースです。よろしくお願いします。あ、すみません、ありがとうございます。僕も YouTube やってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうすけたです。よろしくお願いします。ゆうさんです。はじめます。ゆうとです。お願いします。今日は白の前期で来ていただいて、カジーさんです。インスタで多分つながっている。あ、カジーさん。はい。はじめまして、そのゆうとです。よろしくお願いします。ゆうさんです。申します。はい。よろしくお願いします。代表です。すみません。ゆうとです。お願いします。見たことあるんですけど。あ、本当ですか。すごい。何これ。すげえ、ゆうとくんのセルシオすげえ綺麗だな。綺麗ですね。綺麗ですね。綺麗ですね。すごい。これを二十歳の男の子がやっちゃうのかな。いや、素敵です。さあ皆さん、ゆうとさんのセルシオに注目しております。セルシオ乗りがゆうとさんのセルシオをすげえスーパーチェックしてます。